ブレット・ラッセル・ローリーはカナダ・ブリティッシュ・コロンビア州ラングリー出身のプロ野球選手。トを右ト右ミギ現在はフリーエージェント。姉のダニエル・ローリーはソフトボールカナダ代表の投手。バンクーバー近郊のラングリーで生まれ、シアトル・マリナーズのファンとして育った。高校時代はブリティッシュ・コロンビア・プレミア・ベースボールリーグのラングリー・ブレイズで速のとして活躍し、 メジャーリーグのスカウト人から注目を集めていた。アリゾナ州立大学への進学を予定していたが、2008年の MLB、同年8月の北京オリンピックの野球競技にカナダ代表として出場している。2009年は第2回 WBC のカナダ代表に選出された。シーズンでは A 級ウィスコンシンティンバーラトラーズでプロデビューを果たしたローリーは打率。 274.13本塁打、オプス802という成績を残し、シーズン終盤には19歳で A 級ハンツビルスターズに昇格を果たした。シーズン終了後には、ベースボールアメリカ選定の有望株ランキングで、アルシデス・エスコバーに次いで、球団2位の評価を受けた。ブルージェイズ時代2010年12月6日に、ショーン・マーカムとのトレードで、トロント・ブルージェイズに移籍した。 2011年8月5日のボルチモアオリオールズ戦でメジャーデビュー。初打席でトミーハンターからメジャー初安打となる敵時打を放った。8月10日には本拠地ロジャースセンターでの初安打を満塁本塁打で飾り、9月5日にはサヨナラ本塁打を放つなど、新人ながら強烈な印象を残した。待望されたカナダ出身のスター候補の出現で、 トロントの地元紙はローリーを聖杯に例えて期待を寄せた。2012年は飛躍が期待されたが長打が減って物足りない打撃成績に終わった。5月15日のタンパベーレーズ戦ではストライクの判定に激行して地面に叩きつけたヘルメットが跳ね返って主審に当たり退場処分を受けた。試合後に MLB 機構から4試合の出場停止処分を受けた。 その一方で、守備防御点は、全三類手で、トップのプラス20を記録し、フィールディングバイブルアワードの最終選考にも残った。2013年1月17日に、第3回 WBC 本戦のカナダ代表が、発表され、代表入りした。レギュラーシーズンでは107試合の出場で、打率、254.11本塁が、46打点。 9盗塁という成績をマーク。本塁打は前年と同等で、打率はメジャーデビュー以来2年連続で低下した。2014年はハイペースでアーチを生産。69試合の出場で、すでに過去2年を上回る12発を記録していたが、右人差し指を故障し6月23日に15日間の故障者リストに入った。8月5日にメジャーに復帰し、 一試合だけ出場したが、翌6日に、左脇腹の故障のため再び故障者リストに入った。この年は度重なる、故障のために70試合のアスレチックス時代2014年11月28日に、ジョシュ・ドナルドソンとのトレードで、ショーン・ロリン、フランクリン・バレト、ケンド・ール・グレーブマンと共にオークランド・アスレチックスへ移籍した。 2015年1月17日に球団と年俸調停を回避し、1年契約192万5000ドルで契約を結んだ。この年は戦線離脱することなく146試合に出場して3シーズンぶりに規定打席に到達した。バッティング面では打率260、いずれも自己ベストの29二類だ、16本類だ。 60打点という成績を残した。他方、出場機会の増加に比例して三振も激増し、144三振を喫した。三塁手の守備は、今一つで、109試合で守りについて、アリーグワースト3位体の18失策を犯し、守備率、937DRS-3 という成績に終わった。また、42試合で二塁手も守り、6失策。 守備率、972DRS-3 という成績で、こちらもかんばしくなかった。2015年12月9日に、JB ウェンデルケンとザック・アーウィンとのトレードで、シカゴ・ホワイトソックスに移籍した。2016年、ホワイトソックスでは、セカンドのレギュラーで起用された。7月27日にハムストリング2で DL、入りすると、そのまま復帰せずにシーズンを終えたため、 94試合の出場に止まった。バッティング面では打率248.12本塁が36打点7盗塁という成績を残し5年連続で2桁アーチをクリアした。セカンドの守備は92試合で9失策、守備率 978DRS-4 という内容で平均を下回った。 2017年3月3日に自由契約となり、同日にマイナー契約を結び引き続き、スプリングトレーニングに招待選手として参加したが、5日に自由契約となった。優れた打撃技術と身体能力の高さが魅力。AA 級時代の2010年には30盗塁を記録しており、3塁打も16、プロ入り後に転向した2塁の守備は荒く、 2010年は25失策を記録している。ブルージェイズ遺跡後、三類へコンバートされた。三類一種としては、広い守備範囲と強権を誇り、高い評価を得るようになった。ミルブ、ありがとうございます。